仕事って一日のうちで一番時間を費やす部分なので、好きなことを仕事にできたっていうのはとてもラッキーなことなんだろうなと思いますね。やるしかないと、始めたんだからやるしかないっていう正直な話で、自然に関わる仕事がしたいなっていうので、なるべくその自然に迷惑をかけないやり方で食べ物を自分で作れる仕事がいいなっていうところにたどり着いて、有機農業をやろうと。今降りてってるんですか？出荷の調整の会議があるので、その時はみんな集まって、あとは出荷に行ったらたまたま会って話すとか。ワイワイしてますよね今の畑の状況がどうだとか、天気がどうだとか、愚痴からいろんなことが何を作ろうとか、こう計画、あそこ計画が一番楽しい、そこかもしれないだからなんかこの畑にこうやってこうね組み合わせていくのとかね、輪作をするので、契約栽培なので基本育てるものはまあ一緒で、あと好きなものですよね。やっぱ好き、自分で好きなものを育てるのが一番ね、うん、楽しいというかね、食べてみたいものとかね、そうですね、そういう縛りはないので自由に好きなものをやりますね。佐々木さんなんかイタリア系の野菜好きなんじゃないですか？好きって好きじゃないでたまたまなんかこうカタログをね、種のカタログを見てるのって結構いろいろあるので面白いので、でまあ思いついて今年はこれをやろうとか、まあセット野菜なのでやっぱ組合さんに届けるときにいろんなもの入ってた方がいいのかなっていうのもあるから、ちょっといろいろね試しに、池田さんなんかもなんかね、冬はアレッタ定着に定番、アレッタ、菜花のような、ブロッコリーのような、勇気でやることがすごいなんかハードルがあるのかとか、そういうことは全然なくて、虫にかなうわけないですもん病気にもかなわないのでね、それは、まあ、薬を使ったりとかしてれば違うのかもしれないですけど、そういうのはね一切やらないですからね。食べ物っていうのはやっぱり生き物にとって一番基本の部分なので、どんなにね世の中の経済がなんとかかんとか言ってたって、やっぱり健康でいなきゃ経済活動だってできないわけですから、食べるっていうことに携わってるっていう意味ではなんか大事だし強みなのかなとは思いますね。